インスタ解説18時間、平野使用146万、神宮寺122万フォロワー、平野は2回目投稿で、激眠、画像。こんにちは、読者の皆さん。今回は元キングプリンスへのメンバーである平野使用と神宮寺ゆうタに関する新たな情報をお伝えします。 彼らは7日にそれぞれ個人のインスタグラムアカウントを開設し、わずか18時間で合計268番人のフォロワーを獲得しました。平野は146番人、神宮寺は122番人。また、彼らが所属する新会社トべ、トゥービーが立ち上げたファンクラブサイトへのアクセスも集中しています。それでは、詳細を見ていきましょう。 平野紫耀と神宮寺うじゆうたは7日の午後7時にトべの YouTube ライブにでトべへの参加を発表しました。その際、二人は間もなくインスタグラムを始めます。と宣言しました。平野は自身が個人でアカウントを運営するのは初めてであることを明らかにし、やり方全然わかんないっす。毎日、寝癖がひどいんでそういうのでも、誰が見たいんだろ笑い。 とコメントしました。神宮寺も本当にセミナーとかに行きたいっすね。こういうのを見たいって言ってくれたら逆に助かるんで、とファンに呼びかけました。そして、同じ日の午後8時頃、二人は宣言通りにインスタグラムにファースト投稿を行いました。平野は神宮寺とのツーショット4カットと自身のワンショットの画像を投稿し、平野仕様です。インスタ始めました。 と、コメントしました。さらに、ハッシュタグ、とべじ業ひら大だいま、えました。一方、神宮寺は平野とのツーショットと自身のワンショットの画像を投稿し、インスタグラムを邪魔します。朝、カットのせちゃいます。と、コメントしました。このニュースは、ファンの間で大きな反響を呼びました。 8日の午後2時までに、平野の投稿には計102万件、1回目の投稿が約90万件、2回目の投稿が約12万件、神牛寺の投稿には約64万件のコメントが寄せられています。戸部の公式サイトによると、平野神牛寺のファンクラブサイトにはアクセスが殺到しました。 前夜から15時間もの間、入金後の入会完了のご連絡にお時間を要しています、というメッセージが表示され続けています。まとめると、平野氏用と神宮寺ゆ太のインスタグラムアカウントはわずか18時間で合計268万人のフォロワーを獲得しました。 彼らはトベの YouTube ライブにでインスタグラム解説を発表し、翌日には初めての投稿を行いました。ファンからの反応は非常に大きく、コメント数も驚異的な数字となっています。また、平野神宮寺のファンクラブサイトへのアクセスも集中しており、多くの人々が彼らの新たな活動を支持しています。以上が今回の報道です。 今後、平野紫用と神宮寺勇太のインスタグラムでの活動に注目が集まることでしょう。彼らの新たなチャレンジに期待しましょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。